霊夢は、獣脚類って知ってるよな？もちろんよ、獣脚類といえば、ティラノサウルスみたいに二足歩行をする肉食恐竜でしょ？それがどうかしたの？獣脚類は肉食恐竜のイメージがあるかもしれないが、恐竜時代の始まりから終わりまで全世界で繁栄し、鳥類を入れると現在まで繁栄を続ける恐竜なんだ。恐竜時代の始まりからって、ティラノサウルスとかより、もっと前の時代よね。そうだ。今回は、恐竜時代の始まりに繁栄した初期の獣脚類にフォーカスして、解説していくぜ。初期の獣脚類ってどんな感じなのかしら？楽しみ。まずは、恐竜が最初に地球上に現れた時代とされる三畳紀の説明をしておくぞ。確か、中生代の最初の期だったわね。ああ、三畳紀とは今から約2億5190万年前から約2億130万年前までの期間を指す。三畳紀の頃の恐竜は数も種類もまだ少なく、地球の支配者というには程遠い存在だった。恐竜って、他の生物から恐れられてたってイメージあるけど、三畳紀の頃は違ったのか。特に三畳紀の中期頃においては、恐竜よりも他の爬虫類の方が圧倒的に数が多く、恐竜は生態系のわずか 5% 程度だったぜ。まだまだレアな存在だったのね。だが、三畳紀の後期になると多くの草食動物が絶滅し、結果的に恐竜の占める割合が大きいものとなってきたんだ。いよいよ恐竜が幅を利かせ始めるのかしら。また、この頃に恐竜の三大グループである獣脚類、竜脚系類、長板類が現れ、特に獣脚類と竜脚系類は急激に数を増やしていったぞ。今回の主役、獣脚類が現れたわね。そうだぜ。こうして恐竜時代の幕が切って下ろされたぜ。待ってました。では、初期の獣脚類を紹介していくぞ。まずは、スタウリコサウルスだ。スタウリコサウルス？聞いたことあるような気もするけど。スタウリコサウルスは、2億3100万年から2億2500万年前三畳紀に、ブラジルに生息した獣脚類恐竜で、知られる中で最古の恐竜の一つだ。ティラノサウルスとかが生きていたのが約6500万年前と思えば、かなり古い時代の恐竜なんだってわかる。だな。体長は約 2.1 メートルで尾の長さが80センチメートル、体重は30キログラムと推定されていて、後の獣脚類に比べて小型だったぜ。人間よりもちょっと大きいぐらいだったのね。また、スタウリコサウルスの名前は、南十字星のトカゲという意味があるぞ。何か、星座に関係しているの？化石が発見された1970年当時、南半球での恐竜の発見例が極めて少なかったため、南半球でのみ見える星座である南十字星にちなんで命名されたんだ。へえ、ロマンチックじゃない。見つかっている化石は、脊椎骨、後ろ足、下顎だけでかなり不完全なようだな。そうなの？じゃあ、今はどんなことがわかっているの？スタウリコサウルスの骨盤は小さく、形も単純だった。だが、後ろ足は長く走るのに適していたと考えられているぞ。尾はバランスを取るため、薄く長かったようだ。小柄ですばしっこい感じだったのかしら。また、骨盤と背骨をつなぐ椎骨は二つしかなく、明らかに原始的、つまり発達していない状態だったぜ。本当にまだ初期の恐竜だったのね。また、スタウリコサウルスは後から紹介するヘレラサウルスと似ているが、これらの恐竜の関係性については、古生物学者たちの間でも様々な意見があるようだ。化石も不完全だって言ってたし、まだ研究が必要なんでしょうね。次に紹介するのはエオドロマイオスだ。エオドロマイオスは約2億3700万年前から約2億2700万年前三畳紀後期に生息していた獣脚類恐竜だ。あんまり聞いたことない恐竜だな。エオドロマイオスは全長は 1.2 メートル、体重は約5キログラムと推定されている。胴体は細長くて小型の恐竜だぜ。あら、私よりも小さいじゃない。名前の由来は、暁の走るものだ。エオには暁の、ドロマイオスには走るものという意味がある。じゃあ、走るのが速かったのかしら？どの程度の速さで走れたかは分かっていないが、時速 30km ほどで走れたのではないかと言われているぞ。私、負けちゃいそうだわ。エオドロマイオスの化石は最初、1996年にアルゼンチンの古生物学者、リカルド・N・マルチネスとジム・マーフィーによって発見され、エオラプトル属の新種と考えられたんだ。あ、エオラプトルは知ってるわよ。だが、エオドロマイオスの化石の詳しい研究が行われると、エオラプトルには見られない骨格の特徴がたくさん発見されたため、独自の親族であるとみなされるようになったんだ。じゃあ、オリジナルの恐竜だったってことね。エオラプトルは、発見されてから2011年まで獣脚類と考えられてきた。実際、エオラプトルの後ろの歯は、
肉食恐竜、獣脚類特有の鋭い歯が並んでいるようだ。私も、ラプトルといえば獣脚類って思ってたわ。しかし、2011年から2013年のエオドロマイウスの調査研究の過程で、エオラプトルとの比較検証が行われた。その結果、エオラプトルには竜脚系類の特徴を備えていることが分かったという。え？竜脚系類だったの？いや、エオラプトルが獣脚類なのか、竜脚系類か、それとも獣脚類と竜脚系類が分化する以前の属なのか、まだ結論は出ていないぞ。今後、さらなる議論がなされていくだろうな。まだまだ、わからないことも多いのね。また、エオドロマイオスの歯は、後の進化した獣脚類と同じく薄くて弓なりに曲がった歯だった。縁のギザギザが細かく、肉を裂くのに最適な歯だったようだぜ。小柄だけど、立派な肉食恐竜だったのね。それに、エオドロマイオスの前足は5本指だった。第4趾と第5趾がかなり小さくなって退化しているものの、まだ残っているぞ。5本指だったの？私、恐竜って3本指だと思ってたわよ。獣脚類は進化するにつれ前足の指の数が少なくなっていくんだ。多くの獣脚類は3本指だが、ティラノサウルスは2本指、アルバレスサウルスなどは1本指だぜ。じゃあ、5本指のエオドロマイウスは紛れもなく初期の獣脚類だってことね。続いて紹介するのはヘレラサウルスだ。ヘレラサウルスは約2億3700万年前から約2億2700万年前三畳紀後期に、アルゼンチンに生息していた肉食恐竜だ。ヘレラサウルスってちょっと人の名前みたい。ヘレラサウルスの全長は最大6メートル、体重は350キログラムと推定されているぜ。さっき出てきた2つの恐竜に比べて随分大きいわね。それもそのはずだ。ヘレラサウルス2020年時点では、最古の大型肉食恐竜として有名なんだ。これぐらい大きかったら、三畳紀の恐竜以外の大型生物にも、引けを取らなかったんじゃないかしら。名前の由来はヘレラのトカゲで、化石の発見者であるアルゼンチン人のビクトリのヘレラにちなんで名付けられたぞ。発見者の名前にちなんで名付けられたのね。話は変わるがヘレラサウルスは、恐竜としてはとても原始的な形質を持つため、分類学的な位置をはっきりさせることは難しいとされている。それはどういうことなの？当初は、さっきも出てきたエオラプトルと共に原始的な獣脚類と見られていた。だが、エオラプトルはエオドロマイオスの登場と共に、比較検証され竜脚系類の可能性も出てきただろ？うんうん。さっきそう言ってたわ。ヘレラサウルス科の恐竜も解剖学的特徴から、獣脚類より竜脚系類に近縁である可能性が示唆されているんだぜ。そうなのか。今後の研究の行方を楽しみに見守るしかないわね。そうだな。そして、ヘレラサウルスの骨は薄く、中身が空っぽだった。そのため、骨の強度は低かったが体重は減らすことができ、素早い動きを可能にしていたと考えられているぞ。大きな体をしていたけど、素早く動けたなんていいじゃない。また、原生の蛇のように顎の関節が緩かったヘレラサウルスは、口を大きく開くことができて大きい獲物でも噛みつくことができたというぜ。強そうね。最古の大型肉食恐竜だったって言ってたし、ちょっとティラノサウルスみたいだわ。ヘレラサウルスは原始的な獣脚類であるため、その後の獣脚類と比較すると、首が直線的であまり動かせなかったり、骨盤が小さいということが見られる。スタウリコサウルスやエオドロマイオスに比べると、体は大きくなってても、まだまだ後の獣脚類とは違っていたのね。そもそも獣脚類に含めて良いのかという論争が起こるほど、その体の作りは白亜紀に生息していた獣脚類とは異なる点が多いんだ。まだ、進化の段階にいたってことかしら。当時の最大の肉食恐竜と言われるヘレラサウルス率いる恐竜たちには、強力なライバルがいたようだ。簡単には天下は取れないもんだな。え？恐竜のライバルって一体どんな生物かしら？三畳紀には、恐竜とクルロタルシ類、キノドン類という、生物のみ大派閥があったんだ。中でも最大勢力だったのが、クルロタルシ類だ。クルロタルシ類って確か、ワニとかじゃなかったかな？そうだぜ。クルロタルシ類は、原生のワニの近縁だ。中でも、全長5メートルのサウロスクスは、他の生物はもちろん、時に初期の恐竜さえも餌食にする頂点捕食者だったようだ。頂点捕食者だったのもうなずけるわ。ワニは今でもどう猛なイメージあるもの。そして、キノドン類は、哺乳類っぽい爬虫類だ。クルロタルシ類ほどの勢力ではないにしろ、哺乳類にごくごく近縁な19類のキノドン類もまた優れた肉食獣だったようだぜ。クルロタルシ類もキノドン類もなかなか手強そうね。恐竜たち頑張って。そうだな。そして、2億3000万年頃には、南米の大地をほとんど牛耳るほどの巨大派閥へと成長を遂げた。天下はクルロタルシ類のものかと思われたところに、現れたのがヘレラサウルスだったぜ。
ヘレラサウルスだったら体の大きさも負けてないし、いよいよ反撃開始かしら。ヘレラサウルスは、クルロタルシ類に引けを取らない大きさで、キノドン類や他の爬虫類を借りながら、徐々に勢力を拡大していった。そして、クルロタルシ類のラウィスクスとヘレラサウルスの戦いが始まったぞ。ヘレラサウルスは大きいけれど、素早く動けたみたいだから良い勝負だったと思うわ。ああ、大きいながらも俊敏な動きで相手を翻弄するヘレラサウルスに、比較的ゆっくりな動作のラウィスクスは苦しめられたぞ。だがなんとか抵抗を続けていたんだ。そんな時に登場したのがコエロフシスだぜ。コエロフシス？それって恐竜なの？そうだ。獣脚類の恐竜だぞ。コエロフシスは小柄ながらも俊敏な動きで、ラウィスクスらやヘレラサウルスでさえも苦しめたという。小さくても、俊敏な動きで大きな生物を翻弄したってところかしら。かもしれないな。そんな時に三畳紀の大絶滅が発生した。大絶滅は、南米を含めた全生物に襲いかかり、ヘレラサウルスとラウィスクスはともども死滅することになってしまったぜ。コエロフシスはどうなったの？絶滅を免れたのかな？幸運にも、コエロフシスの一派はこの大絶滅をなんとか生き延び、彼らの血筋が現在我々がよく知る肉食恐竜の源流となっていったんだ。コエロフシスって、勝負に強いだけじゃなくて、生命力も強かったのね。一体、どんな恐竜なのか気になっちゃう。では、最後に霊夢も気になっているであろう、コエロフシスを詳しく見ていくぜ。やったー。小柄なことは分かったけど、全く未知数だわ。コエロフシスは、約2億1600万年前から1億9600万年前の、三畳紀後期からジュラ紀前期に、北米に生息していた獣脚類の恐竜だ。先に紹介してくれた3つの恐竜たちよりも、生息年代も新しいわね。全長は約 2.5 から3メートル、体重は約20から30キログラムと推定されているぜ。ヘレラサウルスに比べて体重もうんと軽いじゃない。名前の由来は、骨が空洞の形だ。ギリシャ語でコエロには空洞の、フシスには形状という意味があるんだ。だから余計に体重も軽かったのかしら。コエロフシスの化石は、アメリカニューメキシコ州北西部で、アマチュアの化石収集家によって発見された。アマチュアの化石収集家が見つけたのね。嬉しかっただろうな。1887年に、その化石をアメリカの古生物学者エドワード・コープが、コエルルス族の一種としたというぞ。あれ？最初はコエロフシスじゃなかったの？ああ。その後もコープは調査を続け、脊椎にコエルルスとの違いが認められることを確認した。そして、1889年には親族コエロフシスを設け、標本を記載分類し直したんだ。ついに晴れてコエロフシスの誕生だー。そうだな。では、コエロフシスの特徴を紹介するぜ。コエロフシスは、細長く華奢な体型で、ビト S 字状の首が体長の大部分を占めるぜ。そんな華奢な体型で、ラウィスクスやヘレラサウルスを苦しめていたなんてやるわね。名前の由来通り、体重を軽くする中が空洞の骨を持った最初期の恐竜だった。そういえばヘレラサウルスも、中が空っぽの骨だったって説明してくれたわ。頭骨は長いが穴が多く開いていて軽かったぜ。この軽量化した頭骨は後の全ての恐竜に見られる特徴だぜ。そうなのね。コエロフシスは全くの初期というよりは、初期の進化の段階にいる恐竜みたいだわ。また、コエロフシスは手に4本の指を持つが、そのうち1本は小さく機能していなかった。5本の指を持つスタウリコサウルスのような初期の恐竜から、進化した2、3本の指しかない後の獣脚類への移行段階と言えるようだな。やっぱり、獣脚類は進化の段階で指を減らしていったんだものね。コエロフシスはおそらく腐肉食ではなかったと考えられている。上顎の歯は大きく、後ろに曲がっていたんだ。腐肉食ってハイエナみたいな感じかな。ところで、歯が後ろに曲がっていたらどうなるの？肉を切り裂くために歯が後ろに曲がるんだ。これは現代の肉食動物にも見られるぞ。腐肉食の場合、骨を砕く強烈な顎の力や、骨砕歯などを持つんだ。肉を削ぎ落としたり、噛みちぎったりするのかな。コエロフシスの顎の筋肉の配置も、上下の顎が互いに擦り合わせられるようになっていて、電動カービングナイフさながらだったぜ。コエロフシスも、紛れもない小さな肉食恐竜だったのね。だな。また、化石の惨状からは後の時代の小型獣脚類と同様に、群れで移動と狩りを行っていたと推測される。軽快な体と長い足で歩幅は75センチメートルに及び、素早く移動することができたぜ。75センチメートル？そんなに歩幅が大きかったなら、走るのも早かったでしょうね。今回は、初期の獣脚類について解説したがどうだった？初期の獣脚類は、白亜紀の獣脚類とは違っていて面白かったわ。特に初期の獣脚類は指が5本あったっていうのは驚いたわよ。そうか。恐竜の進化も興味深いよな。そうね。また、
次の段階の獣脚類も紹介してほしいな。わかったぜ、任せてくれ。